今日は暦の上では春が始まる立春です。いわき市三輪町にある福寿草の里では、山あいに雪が残る中、春の訪れを告げる可憐な花福寿草が咲き始めています。福を呼び込むめでたい花としても親しまれている福寿草、可憐で艶のある黄色い花をほころばせていました。いわき市の観光まちづくりビューローによりますと、寒い日が続いたため例年と比べ開花が少し遅れているということですが、今月中旬に見頃を迎え、今月いっぱい楽しめるということです。